がクグットの名前を変えようとしたよ。どんな名前かな。1クグ太郎、2ククグト、3ククミ、4クークータン。答えは動画を見名の中にあるよ。よし、ここからいいやつ1個取って。わかってます。はい。お、ククと。お、食べた。なついた。かわいい。ちょっとカンタもやってみる。やってみようと。なついたよ。うん。名前をね、呼びながらね、あげるらしいよ。今食べとるで。そう、これ待って、ちょっとバッて開けるとびっくりする。うん、開けす。くくと。かんだってからじゃない、指から。指でつまんで持ってってもらうんだって、最初は。くくと。まだ食べとるよ。いいよ。くくと。くくと。こっちでも取ってあげや。うん、食べるね。クグト、おいしい。おいしい。夏っこい子やね。なんか心配だけど、その子は。新聞紙取っちゃってるよ。あ、もう一個。はい、どうぞ。クグト、食べないの？ねえ、作ったのが取られちゃってるよ。さっきね、かじっとったクグと。あ、優しくね。はい。どうやった？キープ初めて下げてどんな感じでした？初めて、あの、ひまわりの種手渡ししてあげてどんな気持ちですか？初めてじゃないよ。嘘。クーちゃんの子この前もあげたよ。あ、そうや。この間と比べてどうやったじゃあ。クーちゃん。なんかドーンって食べられたけど、その時の今日は優しく食べてもらえた？この間ちょっとククとびっくりしたもんね。なんでさ、今日 あんなところにさ、チッピを作ったやつが。あれもうククとか早速遊んだってことじゃない？キッペが作ったな、あのやつ見ようか。明日はさ、あのトンネルみたいなやつやね。明日は手渡しして、ね、うん、それでさ、ちゃんと夏っこい子がさ、うん、さ検証するの。やってみます？びっくり しない程度に。やってみようか。くぐと、今でもいいよ。こっち行きた。今でもいいよ。え、今いきなりやってみる？やばい。違う、キッペ、カンタ餌のせんでいい？キペエサ、ひまわりの種あげた。おちゃ、はい、大丈夫。おちゃうよ、おちゃうよ、おちゃう、おちゃうよ。あ、来る？もしや。あ、噛んだ。甘噛みしました、お母さんの手。あ、噛んどる、噛んどる。ごめん、くぐと。痛いの？痛くない、優しく噛んでくれてる。おお、利口さん。お利口だね。さ、なんか生えてない、うん、ちょっとやってみる。え、噛まれてるよ、優しくやけど。キャーってなってる。手袋だったら大丈夫よ。あ、そうやね、手袋したなら大丈夫やね。ちょっと俺は着替えて手袋を見たら。そうやね、今パンツとシャツやで、ね、よし、手袋しよう。どこでも噛まれていいように長袖でいるわ。そんなところまで噛まれるか。餌乗せたろっか、キッペ。大丈夫。そうじゃなくて、クグトがこっち来た時に。噛んだ噛んだ噛んだ。キッペこっちに、こうやって、あ、こっちで、こうやってまっとりや、さっきみたいに。キッペ、それやとクグト怖いで、ここでまっとりや。餌乗せて。クグト。噛まれていいように、長袖着てきや。いいね。2個の手にしたら、
溶けた。ちょっと黒もある。一応ね、あのククとまだあれや。5日目やからね。5日目やからね、うちに来て。あのちょっとハードル高いかもしれん。1週間目はあの指から餌をあげるっていうので、あ、来てくれるか。あ、ねえねえ、うん、手にさ乗ったらさ、うん、いいってこと。そう、手に乗ったらいいってことやけど、乗るか、乗りそうで乗らんってやつ。もうちょっと餌後ろにある。もうダメか。あ、でも急に動くと。ハンターやってるわ。こうやって、え、そんな急にやって大丈夫？怖がらへん？怖がってないよ。そうね、じゃあゆっくり。あ、一本足が手前に出たよ。うん、あ、乗るか、キッペの手に。出てるよ、今は出てるよって。大丈夫だよ、この子は優しい飼い主さんだよって。あ、乗った。乗りました。乗ったよ。乗った。と思ったら、帰るってやつ。帰りたかったら帰らせたって。帰りたかった。あ、気をつけて。いた。どうした？どうした？あ、あれ？どうした？あ、ほら。恩人帰らせ。無理よ。口ちょっとやったって。ちょっと待って。落としたらあかんよ。ちょっとどっか骨折で精神持ってないよね。ん？もうクックーといいじゃん。なんでどさくさに紛れて名前変えるの？お前クックーと。いやいや、クックーとやんね。もうアジャップするか。クイズの答えは2番のクックーとでした。最後までご視聴ありがとうございました。アニマル研究所。